イフとの対戦相手、8分9割バッチつけてない。で、おなじみジュゴンです。さあ、やばいものが来てしまいました。今回は2つのガチャを一気に紹介していきます。まずはリーグワンのショータイム。待望のエムバペさん。そしてドンナルマザカリアはちょっと意外な選出ですけど、いいね。外れなしのショータイムです。さらにトルコのショータイムも来たね。絶対ではないですけど、今回トータルパッケージになっているんで、イベントではね、バリバリ使っていきます。右に巨人がいますね。どうしてもフランスの方が注目されると思いますが、トルコもなかなかいいよね。さあ、引く方は参考にしてみてはどうでしょうか。こんな感じで毎週紹介やってるので、ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。では、早速。今回付属のハイライトはこちらの動画で確認してみてください。中村敬斗選手、初 FP でしたね。ようやく取れます。トルコのショータイムは強化枠、結構強化されてる選手は多かったかな。気になる選手は取ってみましょう。さあ、今回のトルコの選手は全員、トータルパッケージ、プラス3が入ります。トルコリーグの選手を20人以上入れると最大効果。まあ、つまりイベントかな。基本はそこがメインになるでしょう。まず最初は小柄なセンターバック、ウイサル紹介。さあ、イーハブのアップデートが来ないんですが、私この後仕事に行かないといけませんので、アップデート来る前ですが、取ります。180センチとちょい小柄なのが気になるかな。センターバックで育成するとこんなイメージ。トータルパッケージブースターが入ってないので、ここからプラス3乗るって考えたら、まあ、なかなかイベントでは使えるね。スピード瞬発も7号乗せられるし、スタミナも、まあ、1000馬ならギリやれるかぐらい。ただイベントで延長とかになると苦しいものあるかも。もし身長気になるのであれば、中盤で使ってまあこんな育成。スタミナ低いので絶対途中交代になりそうで。ウィサルはこんなスキル。スキルは完璧なんだよね。まあ中盤で使うならワンパスルパ欲しくなるけど、まあ1000馬なら十分。今回スキルは3つ追加になってます。そしてリバコビッチはこんな能力。まあ身長が187センチと、ちょっと、まあサイズが190届いてないのが気になりますが、まあイベントで私、ハイライトバージョン使ってますけど、別に身長が足らんくて困ったことはそんなに感じなかったから、やれんことはないね。まあイベントで使う前提なら十分やれるでしょう。ここからトータルパッケージプラス3って考えると、GK センスコラプシングディフレクティング、特にディフレクティング97でかなり高いし、ジャンプも結構高めの95の数値になります。今回リバコビッチ低弾道がついたので、GK スキル完璧人間。そうだ、今回ショータイムなんで B 固定ではないので、ご注意を。ユーロでライブアップデートがついてんだね。ちょっとアップデートでレベマー出せませんが、過去との比較、リーグハイライトが2種類来てますが、まあ、能力は似たような傾向なので1種類見るだけでいいかな。キャプテンシーが低弾道になりましたが、初期能力はやや負けてるんだけど、今回上限めちゃ高いのでシンプル乗り換えです。そして圧倒的2メートルの特徴、ターゲットマンオヌアチ。怖いですね。彼はガチスカにもしかしたら入ってくる可能性はある。ただトータルパッケージプラス3を意識して私は育成しております。プラス3入るので、ね、スピード瞬発80乗せられるし、ジャンプもね80あるの。2メートルで80は結構飛ぶよ。フィジカル97、ヘディング95、でかく高く強い。ボールキープも80乗るんだけど、まあ足元は、ね、この高さだから絶対重いのでご注意ください。精度が普通、頻度が高い。ちょっともうちょっと頑張ってほしかったね。彼はシーズンが始まらないと C 固定だと思いますので、そこだけ注意かな。オナーチュのスキルはこんな感じ。今回フェノミナルフィニッシュプラスワンタッチパスとかヒールトリックとか、結構足元系もついてるしいいね。ダブルダッチ、ミドルシュートがないのか、スルーパス、その辺が追加候補。過去との比較、ベース時点でこの差。今回上限が圧倒的に高いので、しっかり乗り換え級。ジャンプが6上がりなんだ、ショで、スキルも5個増えてるんで、シンプルな上位互換の誕生です。そして最後はメルテンス。いや、結構強いな。メルテンスって現在スピードが初期通知、通常だと50台とかだったと思うんですけど、まあ、しっかり曲振りすればなかなかいけるね。今回こちらもトータルパッケージで、ここからプラス3ですからね。しっかりと強くなり、足元も完成されたね。169センチの小柄も相まって結構ドリブルはしやすそう。キック力93やスピードも結構85とかあれば十分じゃない。かつ今回メルテンスはスルーパスとビジョナリーパスを持ってますね。あとはアウトスピンキック、素晴らしい。消えたところもね何個かありますが、大したことないスキルだし言うことないでございます。スキルの完成度非常に上がったね。もう追加するものがないぐらいついてる。もしつけるならピンポイントクロス、エラスコつけて特殊、あとはミドルシュートかライジングシュートとか、まあ、それぐらいになるよね。そして過去のメルテンスとの比較、まずリーグハイライトはできるポジとプレイスタイルがちょっと違うみたいなので、そこが注意点かな。今回 OMF だからウィングとかは開けられないんだよね。能力は今回スピードが圧倒的に高くなってるから、これは乗り換えていいと思う。あとは2種類の育成できないタイプが出ている選手ですが、先ほど育成した数値横に載せておきますが、やっぱりスピードを80以上にできるっていうのがかなり魅力だと思うから、メルテンスこのバージョン持ってたとしても、私は乗り換えられるなら乗り換えた方がいいと思う。さらにトータルパッケージだからな。まずシンプルに今のマイナスからプラス3できますから、その部分でも強み出るよね。
ではここからフランスの方を見ていきましょう。まずはデュエルブースターザカリアはアンカーですね。39上限とめっちゃ高い。こんな能力、こちらもブースター対応してないのでしっかりとプラス2の項目チェックしてみてください。ディフェンスセンスとボールダッシュはちょっと低いけどそこは上がるね。92、ボールダッシュは94、アグレッシブネス99。今回ディフェンスを16振りして極振りしました。私普通に中盤でもこれでいいと思うし、センターバックでもまあこんなイメージで使えるならいいんじゃない。やっぱり中盤で使うとスタミナが気になるよね。今回ブースター乗るんですが85、やや低い。スピードは90乗りますがそこだよね。なんとかジャンプは80弱までは伸ばせます。身長191あるから悪くないけど、競り合いはもうちょっと欲しくなるんよね。ジャンプ80ぐらいは欲しい。まああとはアンカーが必要かどうかにもよるけど、これはセンターバックでも結構レベル高く、中盤でもやれなくない。二刀流できそうだね。ただしポジションは開ける必要はあります。足元の完成度も結構高いのも魅力的だよね。まあ波普通なんで常時使えるわけじゃないけど、いや結構クオリティ高いなって思いました。ザカリア今回フォートレスがつきましたね。終盤フォートレスは初ではないでしょうか。エアバトとスライディング、アクロバティッククリア、まあその辺がないくらいで結構初期スキルとしては完璧だ。ワンパ持ってるのもいいね。シュート系はおまけでいい。中盤で使うならスルーパスもつけておきたいかな。過去との比較、まあ初期数値では過去のハイライトとかは割と高かったんだけど、前回のこの付属のバージョンが35条件で今回39だからな。ディフェンスの能力もプラマイ1程度だし、まあ、スピードは下がるけどね。逆に足元はちょっと上がっててフォートレス持ち、これだったら乗り換え級かな。センターバックをねザカリア開けた方はねもう一回つけよう。さあドンナルンマはゴールキーピングだね。もう一個あったよね。もう一個は新しいバージョンが、これは古い方のゴールキーパーブースターだ。そしてドンナルンマ196cm の魅力のある、こちらはゴールキーピングなのでゴールキーパー数値の上4つ全て2上がり、クリアリングも90超えます。レベル高、キャッチングは低いものの84であれば十分なもの持ってるし、他の数値は完璧。196、ほんと攻撃的 GK が好きか守備的 GK が好きか、そんな違いだよね。でジャンプの数値も高い。欠点は足元が低いところ。キーパーもねビルドアップに参加させるという、そんな思考の方はちょっとそこだけ困るぐらいです。スキルは変わってないんですけど完璧だね。言うことなし、高弾道がないぐらい。必要な方はぜひどうぞ。例えば今出てるナショナルセレクションは上限結構低く21上限だと思いますが、今回は29、圧倒的勝利なので乗り換えです。付属ハイライトも23上限と今回やっぱり圧倒的な上限なんだよね。一応波が変わってますがそこは注意点かな。さあラストは待望のエンバペショータイム。ストライカーセンス持ちだね。いやーいいとこ上がったな。これは言うことなし。能力完成しました。迷いましたがこんな感じでいきます。脚力多めいきたいかな。なんとかブースターも乗る箇所なんですけど、キック力91にできます。でエアバト部分ね7振りましょう。フィジカル75、ここ乗せたかったんだよね。まあ、決定力はちょっと少なめとして、まあブースター乗るので88です。オフェンスセンスが93、ボールコントロールもブースター箇所か88だね。ドリブルは92、ボールキープはやや低いけど、まあフィジカルでなんとかね耐えていただこう。パスの数値の安定感、いや普通に強い。なんじゃこりゃ、これは桁違いと言っていいと思う。このレベルはちょっと異次元。ムバッペの強さは皆さんご存知でしょう。スピード瞬発速いですから、あのムバッペがこの能力できるって結構えぐいこと起きちゃってる気がする。今回はスキルもいいんだよね。特別スキルは残念ながらフェノミナルフィニッシュでした。ただまあこういうタイプ、小柄な普段使うようなタイプにフェノミナルがついたの初じゃない。これは嬉しいし、根幹ミドルも手にしたんだよね。まあ消えたスキルもありますが大したことないんで。さらに今回スキル追加もね、今まで根幹ミドルとかつけていた方その枠が開きます。足裏エラシコで特殊もしやすくなったし、まあワンパスルパーねつけないといけないかもしれないけど、かなりスキルの枠使いが変わるようなスキル追加になってるから、私だったら乗り換えようかなと思った。ただ150ボックスなのでお気をつけください。トルコは100なんだけどね。そして過去との比較、今回配布されたエンバペさん結構強いと話題になっていましたが、上限が違うのよ。乗り換えです。あとはスキルも違うね。ショータイムと比較するとこんな感じ。まあ一見レベル1時点では分かりにくいと思うので表を出しておきます。まあどっちか言えば今回ですね。誰しもが絶対って感じではないんで、フェノミナルフィニッシュ含め今のスキルとかで満足してればそこまでかもしれない。まあちなみに私は乗り換えます。そしてほとんど同じ上限のこのエンバペは31上限、まあ、B 固定という強みはあって今回 B 固定ではないですからね、まあ、そこがちょっと気になるかな。一応ワンタッチパスを持っていましたが、能力は結構いい勝負だ。 B 固定を取るかスキルの優秀さを取るか、そんなところが論点になりそう。ということでトルコは基本的にイベントで使いたい方はトータルパッケージも入るし取りましょう。まあクロス上げるならオニュアチありだね。コレル持っててもどっちかをねスタメンサブ分けましょう。メルテンスもなかなかいいけど
このスピードだとガチスカだと厳しいか。一方こちらの方は全員ハズレではないんだよね。しっかりとガチスカに残る可能性がある選手たち。ただ過去版持ってるとか、もうスキルをがっつりつけた、ポジトレも開けた、そんな感じだとまた開ける必要もあるし、移植もしないといけないし大変だから迷うね。正直キーパーの差はそんなにないと思うから、ドンナルマは乗り換える必要はあんまないと思ってるけど、一応強いです。ザカリアも過去版で満足ならいいかな。フォートレスもあんま効果感じんしな。特にエンバペのフェノミナル、まあこういうタイプにフェノミナルがついたのは初なので、あんまり体勢気にせずにねシュート打ってた方はいいかもしれない。個人的には過去のショータイムから乗り換えていいんじゃないかなと思っていますが、まあ B 固定の方はいらんかな。ちなみにワシタ足は明日引きます。今回以上です。ではまた。